どうも、クーニンです。皆さん、今日はですねプロテインを紹介したいと思います。僕が今飲んでたプロテインがですねちょうどですねもうなくなると、で、新しいプロテインを再度追加注文しようかなというふうに思ってたんですけども、そこでマネージャーの大水さんから新しいプロテイン試してみませんかということで今この動画を作っております。今回使うプロテインはこちら、ウィンゾーンのホエープロテイン。まず高品質なのに低価格、早速飲んでみたいんですけども、まずはその前にですねトレーニングをしないと始まりません。やっぱりですねプロテインを取るタイミングというのはトレーニング後、トレーニングで使った、筋肉の修復という意味でですねやっぱ取りたいと思いますので、まずは動きます。今日トレーニングするとこはですねワールドウィング新宿店に行きたいと思います。今日はワールドウィング新宿店でですねイチロー選手が実際に行っているトレーニングっていうものもですね実際のマシンを使ってやりたいと思います。はい、それではですね帰ってきましたので早速ですねこちらのホエープロテイン試していきたいと思います。まずですね 150g の水にスプーン2杯を入れます。はい、今回ですね味がマイルドチョコ風味なんで、めっちゃチョコのいい匂いするわ。これを2杯入れます。プロテインを振るときもテコの原理を考えて、全ては野球のトレーニングにつながる。はい、ということで混ざりました。匂いは僕の好きな感じですね。結構ですねさっぱりしてる、飲みやすい印象ですね。やっぱあんまりこう甘ったるいと飲むのがしんどいんですけども、さっぱりしたチョコ味だ、あんまりこうしつこくない感じの味なんで飲みやすいですね。で、このプロテインなんですけども、タンパク質だけではなくてですね11種類のビタミンであったりミネラルっていうのが入ってて、すごく優秀な、成分表を見ると本当優秀な成分なんですけども、値段が安いと。で、あまりにもこの成分に対してこの値段も安すぎる、ちょっとなんか原料とか大丈夫なのかとかね、やっぱ思うじゃないですか。あまりにも安いとちょっと不安になってしまうというね。なんでちょっと調べてみたんですよ、このプロテインが本当に品質大丈夫なのかなっていうのを調べたらですね、ものすごい頑張ってました。ホエープロテインって基本チーズが原料なんですね。チーズの固形とかを作るときにこう出てくる、その副産物っていうのが、ホエープロテインの元になってくるんですけども、そのチーズをですねまずこだわってる、2種類のチーズを使うことで品質を安定させてるんですよ。調べるとですね40年ぐらいはそのプロテインの原料っていうのを販売してるところでして、世界各国で100種類ぐらいのプロテインの原料を見てきてると。その中で現地に実際原料を見に行って視察した上でこれがいいっていうものを選んでる究極の2品、エダムチーズとゴーダチーズに限定してホエープロテインを作ってこれを完成させてるんです。じゃあなんで安いのってとこなんですけども、基本的にはですね直輸入直販、これで頑張ってます。代理店を使ったりとかしてないと、で販売する時も代理店を通してないので、直販、要は間のそのマージンがないことでですね値段を極力抑えれることができると。だから簡単に言えばですね自社で全部頑張ってると。プラス品質管理っていう部分もですね長年のその経験と培ったもので、これって決めたものを固くなり守り続けてると。なんで安いってことなんですね。この成分なら皆さんに紹介して恥じないものになってると思いますので、ぜひ皆さん低価格でお試しください。それでは今日の動画は以上となります。失礼します。ごくごくキャンペーン、アスリートの皆様にごくごく飲んでいただきたい、その思いからごくごくキャンペーンと題し、新製品発売の特別価格2480円で5959名様に提供いたします。詳しくは動画説明欄をご覧ください。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。